フレスタ横川店2020年までの本社株式会社フレスタは広島県広島市浅南区に本社を持つスーパーマーケットチェーンの運営企業である1887年創業1951年に会社組織が設立広島初のスーパーマーケットとして広島市横川町で開業広島市を中心に店舗を展開し 経営破綻したスーパーから営業譲渡を受けた店舗を含め、福山市や岡山市、岩国市にも店舗展開をしている。2007年に創業120周年を迎えた。2008年には他のスーパーとともに、浅南区の全店舗でレジ袋の優勝か、営業時間の短縮など、省エネ対策を打ち出している。また、 近年では新店舗の開設のみならず、現存店舗のリニューアルも積極的に行っており、それらの店舗では室内照度を高くする床材やゴンドラ照明などに工夫したり、看板照明は LED を使用するなど、節電にも気を使った工夫がなされている。2020年5月に本社機能を西区横川から浅南区緑栄店、 株式会社フレスタが運営する店舗である。経営破綻したベルファニーの店舗を譲り受けてベリフレスタが運営していた店舗では近年の移転増唱や改築によりそのまま受け継ぎで営業しているのは木の商店の1店舗のみとなっている。近年新設や改装された店舗では特に外装ではシックな照明や外壁に鮮魚や野菜の捕獲先や動物が描かれたものもあり。 内装ではデザインに関わり木目調の床や茶系または白系を基調とした明るく暖かみを思わせるものなど店舗によって一つ一つ構造特徴レイアウトが異なるが全体的に高級でおしゃれな印象を受けるものが多いのが特徴であるまた店内にはフレッシュフルーツを使用した生ジュースの販売をするジュースバー購入した食品をその場でいただくことができる 休憩スペース、イートインのほか、ベーカリーショップがテナント入居していない店舗に限り、ベーカリーコーナーも惣菜売り場に併設されるなど新たなサービスが設けられている。また、2015年には次世代型ライフスタイル提案スーパーマーケット、フリースタイルを提唱する代表モデル店舗として、新規開店の秋府中店をはじめ上天間店、三次店。 長塚店を改装リニューアルオープンさせている。広島県広島県岡山県フレスタを各店舗としたショッピングモール。小面はカジルと読む。フレスタの通常店舗と比較して総材売り場に重点を置いた売り場展開の店である。おかず工房の第1号店である高野橋店のみの形態がしばらく続いていたが、近年に新規出店の矢野店、グランドタワー店、 アイネス店をはじめ、フレスタの通常店舗から、リニューアルされた矢口店、海画店が加わり、6店舗を展開している。なお、これら以外に、おかず工房千田店も存在していたが、2014年5月中を、もって閉店となっている。セールスポイントである、生鮮食品を強化し、さらに新規として、業務用食品の取り扱いを行う店舗である。午前中は生鮮。 夕方以降は、総菜と時間帯とタイムリーに売り場展開の目指す店舗である。フレスタベー式店を改装し、2013年9月28日にリニューアルオープンしたが、2017年8月31日に閉店。建物は、2018年10月、ビッグアームが運営する複合施設、ミッテウジナとして引き継がれる。株式会社フレスタが運営。 商商圏を基盤とした食料品中心の小型店舗いわゆるミニスーパーの店舗である。団地内や山間部を中心に店舗展開をしており、1店舗存在する。ローソンとフレスタによる共同運営店舗として2018年4月26日にレッツ富士の起点をリニューアルして開店。ローソンの商品、サービスを軸に、フレスタの生鮮食品、冷凍食品も扱う。 種類の販売をメインとした店舗であり、フレスタの店舗内の他同企業が経営する商業施設内のテナントとして出店している。しかし、河地店や沼田店のように、フレスタの店舗とは別の建物として隣接するケースもある。フレスタやレッツなどで販売している総菜の製造、加工、卸しを行っている食品工場である。 販売している総菜などの一部はここで加工、製造され、各店舗へ輸送されている。複合商業施設の経営管理を中心としている。コムズアパークをはじめ、経営施設を展開する。ありがとうございます。